ようこそ、ピアニストの平田真紀子です。今日は、対譜、バッハなどの対譜、カウンターポイントですね、これを使ってどのように右手と左手の平均化を測って楽しい練習法ができるかということをやってみたいと思います。例えばもうみんながやると思うので、バッハのインベンションの1番を使ってみます。みんなこれ知ってますよね。これ一番最初に右手がってやって左手もやりますよね。これを同時に弾いてみる。でそうすることによって片方の手では弱い指が弾いてしまう音っていうのが、もう片方の手では強い指が弾いたりするということで平均化ができるんですね。で実際にこの指の都合とか関係なく、自分が音楽的にどのようにこのフレーズを弾きたいのかっていうのが明確化されてくる。右手のパートを左手のパートを右手で弾いてみる。そうすると右手には右手の都合があるんですよ。弱い指がここに来るとか、それが全くなく新しい視点で新しいなんていうか歌い回しとか新しい感覚でこのフレーズが考えられる。同じく左手のパートを右手で弾いてみる。全部ひっくり返してみです。練習は楽しいのが一番。楽しいと脳も活性化しているし、集中もするし、いろんなものが聞こえてくるし、次はどうしようっていう意欲が湧いてくる。楽しく練習しましょう。ご質問、リクエスト、コメント、何でも下に書いてみてください。ご要望にお答えできれば嬉しいです。それではまた。